こんにちは。はい、こんにちは。今日はどんなお話を聞かせてもらえますでしょうか。はい、源の頼朝と茅ヶ崎というお話をしてみたいなと思っています。今から820年ぐらい前のお話なんですが、建久9年の12月のお話です。寒かったんじゃないかなと思っています。現在の茅ヶ崎の下町屋というところがあります。県の衛生研究所が建っているその近くでの出来事なんですが、鎌倉幕府の初代の征夷大将軍であった源の頼朝は、その家臣である稲毛重成が亡くなった奥さんのために作った相模川の橋の落成式に臨んだことがあったんです。落成式がことなく終わりました。頼朝は鎌倉へ帰る途中で落馬をしてしまったんです。それが原因で翌年の1月に53歳という年で亡くなっています。鎌倉幕府の記録である「吾妻鏡」には橋供養の年の記述が欠けているんです。残念なことなんですが、よって詳細は不明と言われています。橋の供養の様子は当時の他の資料で確かめることができるので、少しの様子は伝わっています。ある資料には橋庄ヶ原というところ、現在の辻堂のあたりだそうですけれども、頼朝が命令して殺してしまった弟、源の義経たち、源氏の仲間なんですが、その人たちの亡霊がそこで現れたそうです。その亡霊と頼朝は目と目が合ってしまったんだそうです。大変びっくりしたと思います。次に鎌倉の稲村ヶ崎というところを通過した時に、その海の方に10歳ぐらいの男の子の亡霊が現れたんだそうです。何て言ったか、私はあなたに滅ぼされた安徳天皇だぞって言って、スーッと消えてしまったんだそうです。はい。なぜ、落馬してしまったのかはわかりませんけれども、一代の英雄である源の頼朝、その亡くなった前後の様子は、茅ヶ崎で行われた相模川の橋の供養に関わりがあったと言われています。